がとうございます。いや素晴らしいですね。難しいですね。ガツガツ言って、はい、カミさんはこのギターに対してどういう印象を持たれましたか。今弾いていただきましたけど、あの先入観もあるかもしれないですけど、やっぱメープルっていうか、この硬いなこれっていう感じの、あの音じゃなくて、その持った時 の安心感っていうか、すっごくあのしっかりこう気が食ってるような、あの感じが、頼りがいがあるなっていう印象ですね。一番すごく音も、あのサスティーンもすごくわーっと伸びてくるし、あの面白いのが、その僕は爪がないギタリストなんですけども、ほぼ使い物にならなくて指でばっかり弾くんですけど、指で触っててもすごくしっかりした輪郭がある音を出してくれるし、今みたいな固めのこういうおにぎりピックでザクザクやっても、そんななんかこうビヤーって嫌なあの感じにならない、暴れる感じがない、ね、頼りになる兄貴。いやもうまさにカイさんにおっしゃっていただいた通り、音が暴れなくて、そうなんですね、まとまりがある、すっきりした音になっているので、まあ、フィンガーピックにも、フラットピックのストロークにも柔軟に対応できるという感じなんですね。で僕はあの今ドロップチューニングで弾いてます。あのダントガードチューニングで、なんでかというレギュラーになったらもうちょっとさらにシャープにっていうか、うん、そうですね、うん、なるとは思います。